周12レース予選競争、インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。2秒前、1秒前スタートしました。コーススタートは1コース4コース5コース1号艇4号艇5号艇、若干中へこみ、1周1マーク、1号艇森田がインから逃げる、3号艇西村がマックス出し入ってきた、内切り込んで2号艇峰龍太バックスレッジ入って、さあ3コースからマックス出した、先頭は3号艇西村拓也、上位体系は3号艇1号艇2号艇4番手以降5番6番4番追走、レースは最終周回1マーク、勝負がけの3号艇西村拓也、3コースから鮮やかにマックス出しが入りました。最後のバックスレッジ、2番手は1号艇森田俊介、3番手は2号艇峰龍太、上位の3人は3番1番2番で最終ターンマークの旋回に向かいます。最終第12レース、鮮やかなさばきで1着としました西村拓也選手、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。いや素晴らしいレースでしたね。びっくりします。はい、明日の準優勝戦ですけれども、何かやり残していることありますか。もう明日にプロペラ合わせたいなと思います。かなり間に合ってきたわけですよね。でもね、そうですね。はい、よかったです。わかりました。それでは明日の準優勝戦に向けて一言お願いできますか。しっかり準優走りたいと思います。応援よろしくします。